だからその昔の夜っていうのは、まあ今は話してて大変苦しく喋ってるように記憶から消えちゃってるところが結構あって、その当時の状況からそういうふうな形で決めてった部分っていうのもかなりあるんで、次やっていくそのウルという同じタイトルでありながらもだいぶ変わってるところが出てくると思うんですよ。自分の置かれてる状況結構反映されますからね。ましてやその途中に「エヴァンゲリオン」という大物があって、しかもそれが社会的に認知されてる部分があるわけですから。まあ、結果的にあれじゃないですか、庵野さんの「エヴァンゲリオン」を受けて山賀さんの「ウル」って形になるんで、まあ、そこのところが。庵野ウル、庵野エヴァンゲリオン、山賀ウルという形になってるんで そういった意味じゃ全然違うことを考えてると言ってもいいですね。ただ、さっき言ってたその時間の問題、時間のなんていうのかな、問題、あとアニメーターなり声優なりが作っていくアニメの演技の限界の問題、あとコンピューターの問題、これはその当時から思ってる問題を、さすがにもう5年ぐらい、何年経ってるのか分かんないけど 5年ぐらい経ってるから、その間にいろいろ解決の方法も考えついてるものもいっぱいあるし、これを試してみたいという部分もいっぱいあるんで、その件に関しては割と真正面にちょっと突っ込んでいくところは 次もあるんですけどね。そうですね。ジャンルを超えてほしいですね。ジャンルって何ですか？まあ小説から入るでしょ。で、ゲームいきますから、こうあるジャンルと認識されてるあらゆるものをこう渡り歩いてほしいですいや、それはいいとこつきますね 私もちょっとね、持てるすべての、自分が関わったすべてのジャンル口出しにして、なんかこう できないもんかなってずっと思ってたんで、よくね、だから一番よくね、そのアニメとかやってね、その突き当たるね、いろんな周りの反応でね、その実写映画やらないんですかとかね、実写とアニメって分けてこう聞かれること多いんだけど、僕の中では全然それが分けられてなくって ごっちゃ混ぜになってるから、聞かれた瞬間一瞬答えられないっていうかな、はっとか思っちゃうんだけど、確かに世間的にはアニメはアニメだし実写は実写なんだけれども、頭の中でごっちゃになってるのね。で、自分はまだ確かに実写作品、商業的な実写作品で作ったことはないんだけれども、頭の中じゃもうごっちゃだからアニメやってても一緒だと思ってるんですよ。で、その一緒の感、これは一緒だって言ってる感触っていうのはね、これは音楽もそうだし、いろんなジャンルあるし、あとはアニメ、例えば芸能界というものとアニメっていうものはやっぱりなんか分離してるけれども、でも一緒な、結構アニメは芸能だし、芸能界と言われてるものももちろん芸能だし、頭の中でごっちゃなこの感触っていうのを次なんとかお客さんに、ほらこんなごっちゃな感触面白いでしょっていう形で出せたらいいなとは思ってますね。そういうのがちょっと私今回狙ってるところです 頑張ってください。いや、頑張ります